高橋二郎11月20日大は、日本の実業家。名港海運社長、会長、名古屋商工会議所会頭、日本商工会議所副会頭、名古屋中小企業投資育成社長等を歴任。愛知県名古屋市水北出身。1956年一橋大学小学部を卒業し、大阪商船入社。1961年名港海運に移る。 1974年取締役に就任。常務副社長を経て、1995年に代表取締役社長。2001年には代表取締役会長に就任。2010年に名古屋商工会議所会頭に就任。名古屋市川村隆市,市長の市民税5%、高級減税条例が名古屋市議会で可決の際には、 中小企業支援など必要なサービスまでカットするのは困る。と、中小企業支援の必要性を訴えた。このほか日本商工会議所副会頭、東海商工会議所連合会会長、中部経済連合会常任幹事、名古屋港利用促進協議会会長、日本関税協会理事等を歴任。2013年名古屋中小企業、投資育成株式会社社長、 2014年6月から豊田通商株式会社取締役。2020年6月から株式会社みその座監査役。職場が近かった大学同期の高橋博史とは共に尺八を習うなど親しい。ありがとうございます。